はい、アイムです。よろしくお願いいたします。それでは今回は第71回 NHK 杯戦、決勝トーナメント表が出来上がりましたので、早速優勝予想ですとか、藤井二冠の優勝確率なども求めていきたいと思います。まず左上の山に稲葉 NHK 杯がおりまして、1回戦シードで2回戦横山七段対青嶋六段戦の勝者と当たるということになっております。稲葉 NHK 杯は2017年度、そして2019年度も決勝戦に行っておりまして、前回、2020年度は見事に斉藤八段を破って優勝ということで、過去4年中3回決勝に行ってるという安定感抜群でございます。おそらく30秒将棋が本当に合ってるんでしょうね。ということで、もし藤井二冠が勝ち上がってくれば当たる確率かなり高いんじゃないかなと個人的に思っております。そして渡辺四段対井上九段、豊川七段対千田七段という形になっておりますが、千田七段は去年の朝日杯で準決勝で藤井二冠を破ったこともありまして、早出しの適性も抜群、そして実力も抜群ということで、十分また藤井二冠が勝ち上がってくれば当たる可能性ありそうですね。この左上のブロックは稲葉 NHK 杯と千田七段が、当たるんじゃないかなと思っております。そしてその下に行きまして、三浦九段がシードで伊藤四段対松尾七段戦の勝者と当たります。三浦九段も朝日杯で今回決勝戦に行っておりましたし、早出しの適性も抜群ということで、十分、勝ち上がってくる可能性あると思います。そして、郷田九段対石井六段の勝者が渡辺名人と当たるという形になっております。渡辺名人も十分優勝の本命になってくると思います。そして、右の山に行きまして、広瀬八段がシードで、大橋六段対飯島八段戦の勝者と当たります。大橋六段は藤井聡太二冠に勝ち越している数少ない棋士ということで、勝ち上がってくると怖い存在ですね。そしてその下に行って、深浦九段対都成七段戦の勝者と藤井二冠が当たるという形になっております。今のところレーティングが高いのは都成七段の方なんですが、仮にこれが持ち時間の長い将棋であれば、どちらが勝ち上がってきても期待勝率は8割から9割といったところなんですが、やはり NHK 杯戦の30秒将棋ということを考えると、ググッとその期待勝率は落ちて、せいぜい7割ぐらいで止まるのかなというところですね。ということで、それをもとにまた後ほど優勝確率など求めていきたいと思います。そしてその下に行きまして、佐藤康光九段がシードで村中七段対阿久津八段戦の勝者と当たります。佐藤康光九段の将棋は本当に独特で、対策も非常に難しいので、持ち時間の短い将棋で、独特な展開からの攻め将棋を受け切るっていうのは極めて難しいと思いますので、やはり上位進出の候補になってくるかなと個人的には思っております。そしてその下に行って、佐々木大地五段対野月八段戦の勝者と山崎八段が当たります。山崎八段は今期A 級昇級を決めて絶好調ですし、また早出しの適性も本当に抜群で、2017年度は決勝戦で稲葉八段を下して優勝しておりますので、また上位に来る可能性も十分あると思います。ということで、続きまして NHK 杯戦 B ブロック見ていきたいと思います。まず、斉藤八段がシードで1回戦宮本五段対出口五段戦の勝者と当たります。斉藤八段は今期名人に挑戦しておりまして、本当に絶好調なので、また前回も決勝戦稲葉八段戦で敗れたんですが、終盤まで十分勝ち筋があって、最後の最後わずかな失着で稲葉八段につけ込まれて敗れたというところがありましたので、本当にね、今回こそ優勝したいという気持ちで来ると思います。ハイライトもしたんですけど、銀を3号に打った手で2号に打っていれば斉藤八段が優勝した可能性が極めて高いと思います。そしてその下に行って、近藤七段対森下九段、そして八代七段対西山女流三冠戦が組まれました。八代七段はつい先日竜王戦2組準決勝で渡辺名人に勝って見事に決勝トーナメント入りを果たしました。本当に強い先生なんですが、その相手と西山女流三冠が当たるということでね、ここまでいければベスト4に行って、次点が付与されて、次点が2つ目になるので、四段昇段が叶うという可能性もありますので、なんとか西山女流三冠に勝ち上がってほしいんですが、非常に厳しい相手がずらっと揃ってますんで、
果たしてどうなるでしょうか。やっぱりこう1回戦の八代の七段戦が鬼門になりそうですね。まあつい先日棋聖戦の二次予選で森下九段を下しておりますので、まあ勝ち上がってきても全くおかしくはないと思います。またやっぱりこの斎藤八段とか勝ち上がってきた時に現役の A 級棋士に果たして勝てるのかと、まあ、そういったところもありますが、なんとかベスト4を掴み取って、そして女性初の四段昇段叶えてほしいなと願っております。そしてその下に行きまして、羽生九段がシードで西川六段対行方九段の勝者と当たります。羽生九段は2018年度に郷田九段を破って優勝しておりまして、まあ、2020年度もベスト8まで進出しておりますので、今期も上位進出が期待されるとファンとしては願っております。西川六段対行方九段戦の勝者と2回戦で対決いたします。そしてその下に行って木村九段対斎藤四段の勝者が菅井八段と当たるという格好になっております。まあ、木村九段は前回藤井二冠を馬のただ捨ての中合いで見事に破って勝つという非常に印象的な将棋がありましたので、今回もまた素晴らしい将棋を見せてくれそうですね。ということで右上の山に行きまして、シードの豊島竜王が服部四段対久保九段戦の勝者と当たります。そしてシードの糸谷八段は本田五段対丸山九段戦の勝者と当たります。シードの永瀬王座が1回戦日浦八段対池永四段戦の勝者と当たります。そしてその下に行ってシードの佐藤天彦九段が戸辺七段対屋敷九段戦の勝者と当たるという形になっております。 B ブロックの本命としてはやはり、まあ、豊島竜王が結構手厚いかなという気はするんですが、早出しのスペシャリスト糸谷八段もここにいますので、もし糸谷八段と豊島竜王が、まあ、レーティング通り順当に勝ち上がってきたとすると、まあ、この対戦が本当に楽しみですね。そして右下の方はやはり永瀬王座が頭一つ抜けているような感じもするんですが、まあ、最近振り飛車党に転向して結果も出している佐藤天彦九段も黙っていないと思うので、その辺の対決も非常に楽しみです。また大井リーグなどで活躍している新人王池永四段も十分永瀬王座を破って上位に来るチャンスもあるんじゃないかなというところですね。そしてやはりこう左の山は斎藤八段が中心になってくるかなと思うんですが、八代七段も最近勢いがすごくて今年度勝率ランキングでも上位に来ておりましたので十分可能性あると思います。やっぱりね、西山女流三冠になんとか個人的な思いとしては非常に厳しい相手が続くんですが、勝ち続けてベスト4に入って次点を一つ増やして四段昇段してほしいなと願っております。そして左下としてはやっぱり、まあ、羽生九段や行方九段、木村九段といったベテラン勢に A 級の菅井八段、そしてフレッシュな斎藤四段などがぶつかるということで、本当に誰が来るか全くわからないんですが、やっぱりね、羽生九段が勝ち上がってくる可能性が高いのかなという気もいたします。まあ、レーティング通り順当にいきますと羽生九段対菅井八段の、この左下の山は対決になりそうなんですが、まあ、そこでどうなるか注目して見ていきたいなと思っております。ということで藤井二冠の優勝確率なんですが、1回戦深浦九段対都成七段戦の勝者どちらが勝ち上がったとしても、まあ、勝率普通の棋戦であれば8割から9割あるという格好になるんですが、まあ、NHK 杯戦ということを考えるとそうですね、まあ、せいぜい期待勝率7割ぐらいかなというふうに推測しております。でまた次に、広瀬八段、大橋六段、飯島八段、このブロックの勝者と当たるんですが、まあ、今のところ一番レーティングが高いのがこの広瀬八段で、もし勝ち上がってくると、まあ、期待勝率は7割程度と、普通の棋戦であれば7割程度という形になるんですが、まあ、NHK 杯戦の超早出しということを考えると、まあ、せいぜい6割5分とかそんなぐらいですかね。ということで、もしこのブロックを勝ち上がれたとして、次に来る相手は、そうですね、今のところ山崎八段か、佐藤康光九段がレーティング的に言うと一番高くて、もし当たった場合の期待勝率は、7割5分から、山崎八段に当たったとすると、まあ、7割5分から8割といった形になっております。 NHK 杯戦ということを考えると、まああって7割かなというところですね。そしてもしそこまでベスト4まで勝ち上がれた場合は、まあやはり
稲葉 NHK 杯や渡辺名人が筆頭候補となるでしょうか。渡辺名人が来た場合、普段の棋戦であれば期待勝率は 60% 程度、 NHK 杯戦の超早出しで渡辺名人が実績も十分ということを考えると、まあ、五分五分といったところでしょうか。まあ、そして稲葉 NHK 杯もこの NHK 杯に適性抜群ですので、やはり期待勝率はまあ五分五分ぐらいなんじゃないかなというところですね。まあ、そして B ブロックから勝ち上がってくる方々、やはり豊島竜王や斉藤八段、そして羽生九段などなど強敵が揃っておりますので、まあもし決勝まで勝ち上がれたとして優勝確率、まあ、期待勝率はまあやはり5割から6割といったところでしょうか。まあ、ということでそういった形で優勝確率を求めていきますと、まあ、仮に全ての期待勝率を7割と考えたとしても、そうですね、7、7、49の 50×7 で35、245、1715ということで、まあ仮に全ての期待勝率を7割と考えたとしても、それで5回連続勝つ確率というのは、そうですね、まあ、17% 弱といったところだと思われます。で、まあ準決勝決勝と相手がかなりきつくなってきそうなので、それも考慮に入れると本当に期待勝率、優勝確率は 10% を切るぐらいというところで、そうですね、かなり厳しい戦いになるんじゃないかなと推測しております。まあ、稲葉八段が過去4年で3回決勝に進出しているとかいうことは本当にすごいデータで、普通は毎年毎年やっぱりちょっと30秒将棋ということで運の要素もあって、結構こう優勝者がぐるぐる入れ替わるというのが一般的でございます。2008年、2009年、2010年、そして2011年、羽生先生が4連覇して、そして2012年も渡辺竜王に敗れたものの5年連続で決勝進出したという伝説的なことがありましたが、あれは本当にもう例外中の例外という感じで、なかなかね、もう二度と起こらないような出来事なんじゃないかなと個人的には思っております。ただどうでしょうかね、やっぱり藤井二冠の強さっていうのももう人類を超えかかっておりますので、まあ羽生九段を超える連覇をしても全くおかしくはないと思うんですが、うん、それでもやっぱり今考えたように優勝確率としては、まあ、せいぜい 10% ぐらいかなというところですね。で、仮に全員に期待勝率7割と考えても、まあ、17% 弱という数字が出ておりますが、果たしてどうなるでしょうか。まあ、そういった確率を超えて、やはり、活躍してほしいなと思います。ということで、ここまでご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。高評価、チャンネル登録などいただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、そう考えるとやっぱりね、羽生九段の4連覇っていうのはちょっとありえない記録ですね。もう確率的に言ったら 1% もなかったんじゃないでしょうか。それだけやっぱり実力が圧倒していたのかなと思います。それでは失礼いたします。